さあ本番だ。覚悟できてるか？んだよそれ。いいか？いよいよ明日だな。明日の朝予告してその日のうちにやるんだよね。予告の効果は長くは続かないからな。不安か？待ちくたびれた。上等だぜ。絶対成功させるし。予告状は誰が用意する？俺に任してくれ。なんで？なんでって、なんでだよ。ここ大事なとこでしょ。あんたで大丈夫？同感だ。派手にかましてやりてんだよ。書かせてくれよなあ。いいだろ。誤字脱字とかほんとやめてよ。死ぬほど恥ずかしいから。あと誰が書いたかバレないやつでね。わかってるって。よーし、いよいよ明日だ。お前ら準備を怠んなよ。さてと。よーし。予告状？朝来たら貼ってあったってよ。色欲のクソ野郎、鴨志田卓殿、抵抗できない生徒に歪んだ欲望をぶつける。お前のクソさ加減が分かっている。だから俺たちはお前の歪んだ欲望を取ってお前に罪を告白させることにした。明日やってやるから覚悟してなさい。心の回答だのより。あいつ、なかなかのもんだろ。
ネットでそれっぽいやついっぱい調べたからな。微妙。言いたいことはわかるけど、バカな子が背伸びしてる感はある。あのマークもいまいちなんだよな。そんなことねえし。鴨志田先生、なんかやったの？噂、本当だったってこと？つかこれ、鴨志田先生からなんか盗むってこと？この変なマークってなんだ？心の怪盗団って何者？盛り上がってんだし、よくね？誰が？見ろよ、歪んだ欲望に心当たりありまくりのリアクションだ。相当聞いてるな。貴様か、こら。貴様か。お前らか。とぼけるつもりか。まあいい、どうせ貴様らは時期退学だ。来いよ、取れるもんなら取ってみろ。今の鴨志田の反応、パレスに絶対影響が出てるはずだ。お宝出現ってこと？今日ならいけんだよね。今日ならじゃねえ、今日しかだ。予告状を目にするインパクトは長続きしないし、二度は起こせない。お宝を盗めるチャンスはたった一度きりだ。一日ありゃ十分だぜ。でか。どうよ、言った通りだろ。これで奪えるぜ。はあ、この輝き目にしみる。なんかムカつく。なんでこんな綺麗なの？鴨志田の欲望なんでしょ。お宝。つうか猫が不自然にテンション高え。どうしたの？なんか。加減にしろ、クソ猫。あ、いや、なんだ、レディーの前でみっともない姿を。完全にキャラ変わってたし、一体何なの？自分でも止められなかったんだ。人間の欲望にこんなにも惹かれるなんて。それって我が輩が人間ってことだよな。知らねえよ。とにかくお前ら運べ。命令ばっかしやがって。けど思ったより簡単だったな。すげえ罠とかあるかと思ったが。これ持って帰っちゃえばパレスが消えるんだよね。それで鴨志田のやつも変わるはずだぜ。よし、今のうちだな。おも、こんなにうまくいくとはな。結果的にペルソナ使いが3人も、我が輩の目に狂いはなかったぜ。お前と取引して正解だ。にゃっ、うー
これだけは誰にも渡さん。これは俺様が上司である証明、この世界のコアだからな。あいつ私のことあんな風に見てるってことよね。よう変態、待ち伏せかよ。探す手間を省いてやっただけだ。俺様がじきじきにここで始末してやる。こっちのセリフだセクハラ野郎。勝手な勘違いだな。勘違い？どこがよ。人に言えないようなことしてたくせに。隠してくれたのは周りの連中だ。俺様の自責にあやかりたい大人や勝ち組願望の強い生徒たち、そいつらが進んで俺様を守ったんだよ。みんなで得するためにな。得だ？わからないバカが多すぎるんだよ。貴様、青臭いガキどもも、飛び降りやがったあの小娘もな。そうね、あんたにいいようにされて死んじゃおうとか、ほんとバカ。それに気づいてあげられなかった私はもっとバカ。けどどんなバカでもね、生きてくことにあんたの許しなんかいらないのよ。偉そうにするなよ。取り柄もない凡人が俺だけの才能を俺のために使って何が悪い。俺様は他の人間どもとは違うんだよ。そうね、お前は人間なんかじゃない。ゲスな欲望に取り憑かれた最低の悪魔よ。そうだ、俺はお前らと同じなんかじゃない。この世界を支配する悪魔さ。なんだこいつ。全部俺様の勝手だろうか。気をついて取ってやろうぜ。奴を攻撃してチャンスを伺うぞ。ついに鴨志田と直接対決。そこか。みんなやっちまおう。ここでペルソナだ。ペルソナ食らえなよ。中のやつ食ったからか。痛いな、もう。エルソナ食らえ。あ、おい、これの価値わかんないくせに触ってくるな。もうやめろよ、教えたから。やめろって言われると逆にやりたくなるんだよね。ペルソナ、うわあ！
よし、こんなことして許されると思ってんのか。俺様はな、いいか、俺様はな、カモシダなんだぞ。え、だから俺様はカモシダなんだ。俺様は王なのだ。人のこと見下してるくせによ、今のお前すげえだぜ。わざわざ取りに来てやってんの、さっさと渡してくれる。黙れ、貴様らなんぞにこれは渡さん。まだそんなこと言う元気があるのかよ。ならこっちも本気でやってやる。俺様は王だ。俺様が王じゃなかったら誰が王なんだ。力ずくじゃ拉致が開かないぜ。どうする。なるほど、ならばプラン B で行くか。見ろ、あのテラスのとこだ。鴨志田の気を引いてるうちに誰かをあそこまで行かせるんだ。鴨志田に気づかれないようにお宝を取っちまおうぜ。お宝奪うぞ。我が輩の手並みを。俺いつでも行けっから。よっしゃ、攻撃して気を引いとけよ。任せときな。攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。よっしゃ、叩け。どこまでも俺様に盾ついて、こりゃとっておきをやらんとな。ドレード、あれ持ってこい。現役の時ブイブイ言わしてた俺の必殺スパイクだ。必ず殺すスパイクだ。この感じ攻撃が。いいか、この学校はな、俺様がいて成立してんだ。貴様らだけなんだぞ、この俺様を敬ってないの。バカなこと言ってんな。まあいいや、この隙に。セクハラなんてしてねえし、俺様とお近づきになりたいってんで向こうから文字をかけてきてんだ。バカすぎる。まあお宝に近づけていいけど。俺様、これで。カモシダの注意を引くんだ。よっしゃ、戦え。教師を投げるだぞ。しっかりするんだ。攻撃してカモシダの注意を引くんだ。一匹減ってる。やっぱりそうだ、足りない。どこ行った。気づくの遅えよバーカ。いいぞ、鴨志田が動揺している。いけんじゃない、これパンサーがピンチだ。誰か手当てを。ざまれ、えらい。結構やばめ。いけ。パンサーが戦闘するの。誰か手当てを。くらえ。
どうしたの？逃げないの？逃げたらいいじゃない。運動神経抜群なんでしょ。昔からそうだ。ハイエナどもが機体という名の押し付けばかり。そいつらの分までやってやってるんだ。見返りを求めて何が悪い。言い訳かよ、お前のその歪んだ心。俺らが何とかしてやるよ。怖い？今あんたは志保と同じ景色を見てるんだよ。きっと志保も怖かった。でも飛び降りるしかなかった。あんたはどうするの？飛び降りる？それともここで死んでみる？一思いにとどめ刺しちまうか。まあ任すぜ。やめてくれ、頼む、やめてくれ。みんなあんたにそう言ったんじゃないの？けどあんたは平気で奪ってたんだ。わかった、俺の負けだ。とどめを刺せよ。そうすれば現実の俺にもとどめを刺せる。勝ったお前らにはその資格がある。あ、廃人になられたら罪が証明できなくなる。アンドノは優しいな。俺は負けた。負けたら終わりだ。これからどうすればいいんだ。分かった。俺は現実の俺の中に帰ろう。おいおい、長話してる暇はないぜ。ここはすぐに崩壊する。パス！死ぬ！死ぬってば！ちょっと！はい！デメッリゾリュウジ！久々でもつれただけだ。見てみろ。目的地が消去されました。本当だ、行けなくなってる。お宝は？なんだそりゃ。メダル？え、あの王冠は？どうなってんだ。鴨志田にとっての欲望の源がそれだったってことだ。奴の中じゃこのメダルがパレスで見た王冠くらいの価値ってことだろう。これオリンピックのだろう。あの変態野郎、過去の栄光ってのにしがみついてただけってことか。でもこれで鴨志田の心変わったかもなんだよね。多分こっちは退学かかってんだぞ。我が輩にとっても初めての成功例だ。でも鴨志田の人格に相当な影響を与えたのは間違いない。パレス丸ごと消えてなくなったんだからな。ああ、モヤモヤしやがるぜ。今すぐ確かめらんねえの？そうだね。しかし揃ってしけた面だな。喜べよ、大成功に終わったんだぞ。実感ねえからな。
多分大丈夫だと思うぜ、鴨志田のシャドウ。現実の自分に帰るって言ってたろ。鴨志田傑、あんな奴は人間じゃねえ。けどあの時だけは少しだけ人間らしかったな。お前らのおかげで救われた奴が必ずいるはずだ。モルガナ、とにかく待つか。鴨志田の野郎がどうなるのか。マジで退学なのとか。そうだね、帰ろ。おう、帰ったか。分かったな。
じゃあ君。その通り。やるじゃねえか。よし。なるほど。鴨志田、見た？マジで変わったと思う？くそ、やきもきすんな。あ、いいとこに。午後の体育は自習。みんなには伝えたけど、念のため鴨志田先生はお休みですって。鴨志田が休み？これ私から聞いたって言わないでよ。鴨志田先生から自宅謹慎するって連絡が。大会前の大事な時なのに。郷長先生も事情を聞きに行ったらしいんだけど、何が何だかさっぱりわからないらしくて。自宅謹慎？声大きい。君たちの退学の話も保留になるかもね。よくは知らないけど。それじゃ伝えたわよ。何か起きてるみてえだな。廃人とは違えみてえだけど、待つしかねえか。そういえば、では君、これだ。正解です。ああ、帰ったか。戸締まり頼んだぞ。Thank you.
よし。なるほど。いきなり朝礼とか。どうせ前の飛び降りのことでしょ。言われなくても自殺なんてしないっての。変な予告状もあったし、先生もテンパってんじゃない。朝練中止でラッキーだよね。長い話だったら倒れそう。全校朝礼を行います。先日痛ましい事件が起きたのは皆さんもご存知の通りです。幸い一命は取り留めたと聞いていますが、回復にはまだ時間がかかるとのことです。君たち未来ある若者に今一度考えてほしいのは命の尊さ。鴨志田先生、どうぞ。私は生まれ変わったんです。だから皆さんに全てを告白しようと思います。え、鴨志田先生どうしたの。何あれ。告白あれ、なんかしたのか。私は教師としてあるまじきことを繰り返してまいりました。生徒への暴言、部員への体罰、そして女子生徒への性的な嫌がらせ。鈴井志保さんが飛び降りたのは私が原因です。性的な嫌がらせ。違ったよ。気持ち悪。最低。バレー部マジ体罰っていうか。私はこの学校を自分の城のように思っていた。気に入らないというだけの理由で退学を言い渡した生徒もいます。もちろんそれは撤回します。何の罪もない青少年をひどい目に遭わせて本当にすまなかった。私は傲慢で浅はかで恥ずべき人間、いや人間以下だ。死んでお詫びします。は、何言ってんのかもしら。ちょ、死ぬとか。先生はその雰囲気なんです。鴨志田先生、とりあえず降りて。解散、解散。私は逃げるな。志保だって死にたいほどの事件の続きをちゃんと生きてる。あんただけ逃げないで。その通りだ、全くその通りだ。私はきちんと裁かれ罪を償うべきだ。私は高巻さんにもひどいことをしました。鈴井さんにポジションを与えることを条件に高巻さんに関係までも迫りました。キモすぎ。ポジション出しとか聞いてんな。高巻さん、かわいそすぎ。噂、今だったな。今日限りで教師の職を辞して自首いたします。どなたか警察を呼んでくれ。警察？マジで？捕まんの？すげえ。朝礼は終了します。解散、解散して。これ予告通りじゃね。回答ってマジだったってこと。鴨志田がなんかされたのか。いや、心を盗むとかないだろ。でも死んで詫びますとか自首しますとか急に言う。バレそうになったんじゃない。自首のが罪軽いんじゃないっけ。何があったんだろうな。わかんねえけど、鴨志田ってクズだったんだな。これマジなやつなの。いきなり自首とか意味わかんない。バレー部どうなんの。マスコミとか来ち
ゃんじゃない、大騒ぎになる。教室に戻りなさい。本当に心が変わっちゃったんだね。みたいだな。でもこれで良かったのか。法律的にどうこうって話か。まあ確かに。なんだ高牧さん、ごめん。俺たち知ってたのに見て見ぬふりしてた。高牧さん、私誤解してて変な噂広めちゃってごめん。私全然知らなくて、鴨志田に無理やり迫られてたんだね。辛かったね。謝りたいって思ってる子きっとたくさんいると思う。ごめんね。ううん、いいの。私だってそれに全部済んだ話だから。おい、そこ早く戻れ。じゃあ君にも本当に悪いことした。いつか埋め合わせするから。心が変わったのはどうも鴨志田だけじゃねえみてえだな。つか、よかったじゃん。妙な噂もなくなりそうだし。いいよ、私のことは。鴨志田に志保のこと謝らせてやった。私それだけで。なら早く報告してやれよ。そうだね。ビビったわ。マジで改心だったな。運よく廃人化もなかったし、100点満点だぜ。パレスが消えても廃人化が起きないってことだろ。なるほど。シャドウが死んじまう前に説得して現実の本人の元に返してやればいいってことか。そうすれば廃人化は起きないっていうわけだ。つまりちゃんと自白だけ狙えるってことだな。面白いじゃねえの。声でかいから。大丈夫だって。つうかどうだった見舞い。志保、意識戻ったの。マジか。少しだけだけど話せた。鴨志田が自分のしたことを認めたよって志保に言えた。志保、私にごめんね。だって私が志保のために鴨志田に媚びてたのバレちゃってたみたい。謝りたいの私の方なのに。悪いのは鴨志田だぜ。そうだね。志保のお母さんが回復したら転校させようと思うって。セクハラとか自殺未遂とかやっぱレッテルついて回るし、志保もそうしたいって言ったみたい。寂しくなんだ。でも私もそれがいいと思った。ここにいたらきっと辛いし。いつだって会えんだろ、生きてりゃ。さあ、私も変わんなきゃ。にしてもお前、鴨志田のシャドウよく我慢したな。私はただ鴨志田に直接謝らせたかったっていうか。安堵のは優しいんだよな。クズ相手でも廃人化は寝覚めが悪いか。いや違うけど、改心させた方が復讐になるなって思って。あいつのしたこと考えれば生きてる間永遠に頭下げ続けることになるじゃん。世の中死ぬより辛い罰もあるなって思っただけ。怖っ。まともかく一件落着だけどよ。そういや一つ気になってんだ、あの城のこと。あんな変な異世界が
なんで鴨志田にだけ会ったんだ。別にあの鴨志田に限ったことじゃない。欲望で心に歪みが起きてるやつなら誰でも持ち得るものさ。誰でも確かめてみるか。今はいい。しばらくはおとなしくしてねえと。鴨志田のことまた騒がれるだろうしな。まパレスでやったこと調べるなんて絶対不可能だろうけどよ。そのことだけど、あんたたちもう変な噂立てられてたよ。結託して鴨志田に暴力まがいの脅迫したって。だそれ。さすがに怪盗が実在するなんてそうそう信じないでしょ。予告状は鴨志田の悪事を知ってた誰かのいたずらってことになってるみたい。そりゃそうか。やった本人でも信じきれてねえし。ひとまず今後のことは事態が落ち着いてから相談だね。とりあえずこのメダルいくらで売れるか確認しようぜ。こんなのとっとと売っ払っちまった方がいいだろ。お、出たって3万。金メダルの価値って3万かよ。覚えてる？中学の時に貸したお金。いや、3万も借りてるわけねえだろ。利子がついてたらこんなもんじゃない。おい、誰も全部もらうなんて言ってないでしょ。てか何年も返さない方が悪いし、借りたものは返すって常識だし。くそ。事態を見守ることには賛成だ。しかしな、我が輩を巻き込んでおいて作戦成功の祝杯をあげないなんてナンセンスだ。こんなキメえ金なんてパーッと使っちまうのもありだな。回答の相談は美食の席でと決まってる。どうだ。ちょっとそれ、まあいっか。だったら行きたいところがあるんだけど。どこだ。志保と行きたいって前から言ってたとこ。俺は借金あるし文句は言えねえ。お前もアンが決めた店でいいか。我が輩もアン殿に任せる。じゃあ後で確認しとく。いつ行くよ。早速明日にでも繰り出すか。連休の最後にしない。次の日からの学校生活に備えて勢いつけるって意味で。ってことは5日の子供の日だな。で、換金は誰がやるの。任せとけ。何でも買い取る店を知ってる。そうだよな。じゃあお願いね。